生原首相はバスケットボール選手である。身長180センチメートル、体重80キログラムで、ポジションはポイントガード。小学生からバスケを始め、徳島市富田中学校に進学した。当時から生原は徳島県内の学生バスケ界では名が知れた存在だったが、中学校はバスケの競合校ではなかったため、 高校では県外のバスケ競合校に進むことを考えていたが、最終的には県内の進学校である徳島市立高校を進学先に選んだ。高校では1、2年時にウィンターカップ、2、3年時に全国総体出場に出場し、また U-18 世代の日本のトップエンデバーに選出されている。高校卒業後は、 大学バスケの名門筑波大学に進学した。大学の同期には、現名古屋やダイヤモンドドルフィンズの三津田、上太郎や、現横浜ビーコルセアーズの小原翼、一学年下には現アルバルク東京の馬場雄大や、現サンドッカーズ渋谷の杉浦雄星などがいる。筑波大学では、元日本代表監督の吉田健二の指導を受けて、大きく力を伸ばした。 同校の2学年上に卒業後に名古屋、ダイヤモンドドルフィンズに入団した笹山キアがポイントガードのレギュラーだったため、1、2年時は長いプレイタイムは得られなかったが、3年時からはレギュラーに定着、4年時にはキャプテンを務めるとともに、2014から16の全日本大学バスケットボール選手権、大会3連覇に貢献。またい原も2015年にはアシストを、 2015万2016の2年連続で優秀選手に選ばれ、平成28年度男子ユニバーシアード日本代表にも選出された。2017年1月3日には、栃木ブレックスにおける初の特別指定選手として選手契約を交わし、2016から17シーズンはリーグ戦11試合、チャンピオンシップ1試合に出場。栃木ブレックスの B1 優勝に貢献した。 栃木にブレックスに入団した理由として、筑波大学の先輩である JX、エネオスサンフラワーズの藤岡学に相談したときに、私は代表でプレーしたいから、そのためには代表がたくさんいるチームに入った。そこでしか味わえない日々の練習の経験があるという言葉を聞き、同じポジションに日本人ポイントガードにおいて、トップレベルの技術と経験を有する。 田ブセユタや渡辺広敷が在籍する栃木ブレックスを選んだ。大学卒業後の2017から18シーズンには、そのまま栃木ブレックスと契約し57試合に出場したが、栃木ブレックスのポイントガードの層は厚く、スターティングメンバーに定着するまではできなかった。シーズン終了後に栃木ブレックスを退団した。2018から19シーズンは、 シーホース三河に移籍し、53試合中46試合でスターティングメンバーとして出場した。一方でシーズンの終盤は出場時間が大幅に減少した。1試合平均の出場時間は20.3分、3.8得点、2.1アシストだった。このシーズンの1試合平均のファール数は2.1回で、B リーグ全体で53位だった。 2019年6月21日に、横浜 B、コルセアーズに移籍を発表した。2019から20シーズンは、シーズン途中から、スターティングメンバーに定着した。1試合平均の出場時間は21.9分、6.4得点、3.2アシストで5ファウルでの退場が5試合あり、1試合平均ファウル数は、前年の平均2.1回から2.6回に、 増加、B リーグ全体で23位だった。2020から21シーズンは、プロとして初のチームキャプテンに就任し、さらなる飛躍が期待されたが、度重なる故障に泣くシーズンとなった。まず開幕前の2020年8月に練習中に、室外骨を骨折、リーグ開幕1ヶ月半後の11月7日に、復帰したが、シーズン後半に入り3月20日に、 左膝軽骨骨の座礁で、2月、2週間後の4月7日北海道戦で、復帰したが、その10日後の17日の渋谷戦で、右手衆上骨の骨折で、シーズンの残り試合はすべて欠場するとの発表があった。30試合の出場で1試合平均の、出場時間は22.1分、5.2得点、3.2アシストだった。 一試合平均ファウル数は3.2回で、B リーグ全体で3位、日本人選手中では1位になった。B リーグ初代王者、栃木ブレックス、池原修章選手インタビュー。徳島新聞。2019年6月23日閲覧。池原秀正さんバスケットボール県人初の B1 選手に。徳島県立高校。2019年6月23日閲覧。 筑波大のキャプテン、生原秀政、特別指定選手として、栃木に入団。がむしゃらに頑張ります。株式会社フロムワン。2019年6月23日閲覧。栃木ブレックス加入から1年を経た。生原秀政、一歩引きながらの1年目。株式会社フロムワン。2019年6月23日閲覧。選手負傷のお知らせ。 2020年8月24日閲覧。選手負傷のお知らせ。横浜 B コルセアーズ。2021年3月20日閲覧。生原ハ章選手負傷のお知らせ。横浜 B コルセアーズ。2021年4月21日閲覧。B リーグ選手名鑑。インカレ3連覇を経験し、大舞台に強い男、生原秀政フープスジャパン。 2019年6月23日、閲覧。栃木ブレックス加入から1年を経た、生原秀正。学びたいから変化した思い。株式会社フロムワン。2019年6月23日閲覧。生原秀正。変革するシーホース三河のキーマンに、学ぶばかりでは勝たせられない。株式会社フロムワン。2019年6月23日閲覧。 ABCDEFGH、横浜 B コルセアーズ46イクハラ修章に、聞く。2019年10月23日閲覧。ABCDE、横浜 B コルセアーズのイクハラ修章が、行きつけの戦闘へ。これが鍛え抜いたアスリートの筋肉だ。横浜ウォーカー。2020年4月23日閲覧。B リーグモテ男ナンバーワン決定戦結果発表。 B リーグ。2019年6月23日閲覧。B リーグ初代王者の称号を勝ち取った栃木ブレックス。無茶ぶり飛ぶ。コミの連発で喜びを分かち合う。祝勝会に潜入。フロムワン。2019年6月23日閲覧。栃木筑波大キャプテンイクハラ章選手。ブレックスに入団。2019年6月23日閲覧。配信。 ピーコルライブ YouTube ハット、今季の注目選手、24から25歳部門、2018から19、2019年6月23日閲覧。商品カテゴリー一覧雑ザ B、カビー、コルセアーズザセント、全一色。横浜 B コルセアーズ、2020年4月23日閲覧。横浜 B コルセアーズ感染ガイド2019から20第2節。 We are B Corsears 2020から 21https コロンスラッシュスラッシュツイッタードットコムスラッシュ B c o r s e a r ステータス130計9479兆3569億3942万7840ほど12020年9月27日閲覧ありがとうございます